続いてのニュースです。昨年11月より開催していたシティプロモーション動画コンテストの優勝者が発表され、3月29日に市役所で表彰式が行われました。このコンテストは、石岡市の認知度向上などにつなげようと、市が初めて開催しました。募集テーマは、市の魅力を市内外に発信するためのブランドメッセージである、あなたの〇〇がある街、石岡に関連した1分から3分程度のショート動画で、昨年11月1日から1月10日の期間で募集した結果、22作品の応募がありました。オンラインによる一般投票など審査の結果、最優秀賞1作品、優秀賞4作品が決定し、受賞者は矢島市長から表彰状などを受け取りました。見事、最優秀賞に輝いたのは、石岡市内に在住の小松崎拓也さんです。石岡市の PR というか、力になれるようなことができたらいいなとはずっと思っていたので、今回こういう賞をいただいて、石岡市の PR や、なんていうんですかね、魅力が伝わるような、ここにこう力添え少しでもできると嬉しいなと思ってます。この度は本当にありがとうございました。矢島市長は、いずれの受賞作品も、市全体の魅力が伝わる作品として仕上げていただいたと公表しました。今後、受賞作品については、広く広報媒体として積極的に活用していくことで、対外的な市の認知度向上につなげていきます。Thank you.
どう？
すことを聞こしめて